はい、今回の動画は欲張ったらバチが当たるみたいな話したいと思います。僕、選挙でもう何回も落選して、17回ぐらいですかね、落選してて、あれ結婚もしたけど離婚もして、で今こう家賃1万9千のアパート住んで、ね、人から見たら、なんかかわいそうみたいなとか、落ち目だとか、なんかいろいろあるかもしれないけれども、僕はもう本当に捨て身の人生で生きてきて、もうここで終わってもいい、ハンターハンターのゴンさんじゃないですけども、もうここで終わってもいい、ここで終わってもいいって、思いながら選挙に出続けて、都知事選出て、また都知事選出てって、こう、そういう繰り返して、結婚もできて、離婚もできて、で、今、ここに、秦野市に住み着いて、またどっか引っ越すと思いますけれども、で、茅野市での生活、いろんな人との出会い、ご縁、その自然とのご縁もそうですし、秦野市に来たら秦野市での皆さんとのご縁とか、で、そういった経験、体験をさせていただいて、もう本当にあの時点、何年前、十何年前、終わってもおかしくなかった人生、それをまだ生かさせていただいて、社会に貢献できてる、もうそれだけで、本望っていうか、ありがたいっていうか、もう幸せだなって思います。人からね、見たら、他人から見たら、ね、どう思われてるか分かりませんけれども、それを、例えば結婚したのに、離婚して辛いとかじゃなくて、もう、あの時終わってた人生、それを捨て身で生きてきて、結婚までできて、離婚もできて、これからもまた、まだ選挙できる、気力がある、まだ生かされてるとか、そういう状態で、感謝して生きていきたいなと思います。なので、今失ったものとか、ないものをねだって、辛いとかしんどいとかいうふうに思わずに、今あること、今まで、得てきたこと、楽しいこともあれば、辛いこともあったかもしれませんけれども、それらすべてに感謝して、これからの自分、これからの世界に還元していきたいなと、僕は今思っています。そういう気持ちで今ここに生きています。はい、という話です。ということで、その欲張ったらバチが当たるみたいな話です。はい。もうね、ゴンさんじゃないですけども、もうここで終わってもいいって思って、まだ生かされてる。もうそれ、それ、それ、そ、そ、え、なんだ？もう終わってもいいと思って、まだ生かされてる。それ、出てこない言葉が。もう終わってもいい。それほどいいこと、もう終わってもいいと思って、まだ生かされてる。それほどいいことなんて、そんなに、それほど良いことなんてないと思うんですよ。はい。ちょっとなんか最後グダグダになっちゃって、もう申し訳ないんですけども。はい。そんな感じでね、ゆるりと、マイペースに、自分らしく生きていけたらなと思います。他人と比較せずね、自分らしく、オンリーワンですから、オンリーワンだったらナンバーワンなんで、はい。オンリーワン、ナンバーワンで、これからも後藤輝基やっていきたいと思っています。お前ら、愛してるぜ。以上です。ちょっと夜、もう就寝時間なんで、暗めになってます。